時の鐘は埼玉県川越市の中心部、幸井町北部の蔵造りの町並みに建てられている、主老。建物は川越市指定有形文化財に指定されている。川越の蔵造りの町並みを代表する観光名所で、市のシンボルとなっている。地元では、金付き道と呼ばれることが多い。山層構造の塔で、高さは16メートル。 古くは金付き守るが決まった時間に時を知らせていたが、現在では、機械式で1日4回川越城下に時を知らせている。塔をくぐると、薬師神社の境内になっている。神社は病気平有、特に眼病に対してご利益があるとされる。江戸時代の歓迎年間に、川越藩主、堺忠勝によって建設されたのが始まりであるが、火災によりたびたび消失しており、 武蔵三吉の名称図によれば、1654年正月には、川越藩主の松平信綱が、椎名兵庫に命じて新たな金を鋳造させたという。さらに、名所図によれば、1704年、海の国鶴軍を支配する谷村藩主の秋元氏が、川越藩に転覆され、谷村城下の金が川越に持ち込まれた。この金は1694年7月に、 谷村城下の芋の氏が鋳造したものであるという。地の金昭和初年の現存する多賀町の時の金で明治27年の再建。当領は関根松五郎、釣り金は矢沢白江門の鋳造である。スイス製のモバードの時計を頼りに正確に金をつくのが何より自慢の言わない老人は時計男の異名を取り、第二次世界大戦の直前まで街中に金を 鳴り響かせていた。今では、九条岡町と蔵造り観光の象徴となっている。岡村一郎著写真集、明治大正省は川越古里の思い出より、抜粋現在の首郎は四代目で、1893年に起きた川越大化の翌年に、関根松五郎の設計で再建されたものである。この再建に際しては、 川越商業銀行を創設した竹谷健吉らの川越商人や川越を選挙区とした高田さなえらが寄付を集め、晩年を川越で過ごした渋沢栄一の資金援助や明治天皇からの下直近、さらには原善三郎、茂木造ゾなど川越にゆかりのある市街の実業家の献金があった。主老建物は1958年3月6日に、 川越市指定有形文化財に指定され、1996年には日本の音風景100選に選ばれた。2015年から2017年にかけて、時の金では耐震化工事と1960年の工事以来の半解体を伴う総工費1億円の大修復が行われた。これは2015年の耐震診断で、 大地震が発生した際倒壊する恐れが指摘されたためである。耐震化工事では地下に60トンのコンクリートを流し込み耐圧板としたり外反を新しくしたりするなど大掛かりな工事が行われた。工事により建設当初の姿も分かった。工事に伴い2015年9月から囲いが設けられ2016年4月からは足場に覆われて いたが、10月には、足場が、12月には囲いも外され、2017年1月9日に工事が完全に終了し、完成を記念する式典が行われた。ありがとうございます。